こんにちは、順大です。僕は帰郷になったので、その話をしたいと思います。で、帰郷になったのが、4年前、2019年ぐらいの夏に、学校で授業を受けてて、で、ちょっと首をポケッとしたら、その後苦しくなってきて、なんか肺が変だな、みたいな感じで、で、3日ぐらい、なんか変だなとか思いながら過ごしていました。まあ、ちょっとずつ良くなっていく感じはあったんですけど、やっぱり咳とか、そういったものが全然止まらなくて、で、病院に行って、レントゲン撮ってもらって、で、まあ、診断されたら、気胸だっていうことで、手術を勧められたんですけど、でも手術はちょっとやりたくなかったので、まあ、中程度の、気胸だったんですけど、まあ、手術はやらないで家で様子を見るっていうことで、で、また何週、1週間か2週間後して、また病院に行って、まあ、良くなってるかを確認して、で、良くなっていたので、まあ、大丈夫でしょうってことで、まあ、それ以降は病院に行っていません。でも、まあ、気胸は完全に治るっていう感覚は、まだなくて、まあ、4年経ってるんですけど、やっぱり完全っていうのは結構難しくて、もちろん最初の1、2ヶ月はすごい、空気が漏れてるのがわかるぐらいひどかったんですけど、今はそういうことはないんですけど、でもやっぱり咳が出たりとか、やっぱここの胸のところが痛くなったりとかは、毎日あります。で、やっぱり、僕の自分の行けなかったこととして、やっぱり、猫背が多かったことで、気胸って結構背が高い細い人になりがちな病気なんですけど、なんでかわかんないんですけど、やっぱ僕の考えとしては、やっぱずっとこうなってる人が多いから、で、これでちょっと、肺が圧迫されてるのかな、どうなってるのかわかんないんですけど、やっぱそういうのもあるのかなって思ったりするんですけど、やっぱりずっと姿勢をまっすぐ、保つことは呼吸にもよくて、やっぱしっかりまっすぐ立っているとここにスペースもできるし、息もしっかりしやすいし、だから、まあ、ずっとこうやってスマホを見たり、ずっとこんな感じでパソコン見たり、それよりかはしっかりまっすぐ立ってやっていった方が気胸から治る時にとってもいいと思うし、まあ、姿勢がいいと他にもいろいろメリットがあると思うのでいいと思います。まあ、気胸になってからずっとトレーニングとかやったりやらなかったり、まあ、やってまたちょっとなんか胸が変になってやめてっていうのをずっと繰り返して、まあ結構つらいんですけど、まあ、やっぱり休むっていうことがすごい 大事で、無理したりすると、例えば睡眠があんまり取れてないとか、ちょっと疲れてるとかってなってくると、やっぱ気胸の症状も現れてくるというか、ちょっと呼吸が苦しくなったりとか、そういうことが多々あるので、やっぱり、睡眠とか、疲れた時に休むっていうことは積極的に、自分を許すというか、いや、ここ頑張り、今やることがあるんだけど、まあちょっと自分を強制的に寝転がらせるというのも大切なんだなって思っています。で、まあ気胸になってから、まあ、ずっと家に、まあ、1、2ヶ月ずっと、まあ、安静にしていて、
それでも治ったので、手術は必要なかったんではあるんですけど、手術する人も結構いると思うし、どっちがいいのかとかは分かんないんですけど、僕は、手術しないで、ある程度肺が膨らんだんで、良かったなとは思っています。まだ 咳が出たりいろいろあって、やっぱり思ったことは運動のしすぎはちょっとダメだなって思って、本当にスポーツやってる人とかジムが好きな人とかは本当に辛いと思うんですけど、やっぱり上半身の筋トレ、胸の筋トレ、肩、特に背中とかをやるともうとんでもないことになるんで、やっぱり散歩とかそういうことをやるべきかな、帰郷になった人はって思います。やっぱ再発のリスクとかも高いので、やっぱ常に帰郷と一緒に生きていくっていうことで、もうあんまり、なるべく上半身のトレーニングはしない。やっても下半身とかっていうふうに僕は決めて、いろいろやるようにしています。あとは帰郷はやっぱ痰が、なんか最近ずっと痰が出てなんかおかしいなってと思ってるんですけど、痰もある人はいますか？コメント欄で、もしこれ見てる人で、いろんな症状とかあれば教えてほしいです。またなんかどうやって帰郷を改善したのかとか、なんかそういうものあれば教えてもらいたいなって思います。じゃあ、ありがとうございました。